どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。千葉県の白浜公舎さんという宿に本日は宿泊します。まずは前回の動画を概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。もうすでにすごいところにいるのが分かりますよね。今だいたい午後の5時前ですね。この後6時から夜ご飯なので、夜の白浜公舎がどんな感じなのかっていうのを皆様にお楽しみいただけたら嬉しいです。では一旦部屋に戻って、ゆっくりします。ちょっと疲れたので。部屋に戻ってきました。約1時間ぐらいですね。まあすることも特にないので、パソコンを触るか仮眠取るかですね。午後の6時になりましたので夜ご飯を食べに行きます。また雨降りやがった。夜ご飯楽しみだ。すごくお腹空いたので楽しみだ。ビール来たー。いただきまーす。前菜もサラダも本当に美味しい。パエリアが来ました。すごくないっすかこれ。美味しそう。パエリア美味しい。本格的なパエリア食べたの初めてかもしれない。気がつけば外が大雨ですわ。肉来ました。ローストビーフとラム肉だそうです。すっごー。肉うまいよー、うまいよー。ワインを頼みました。ワインが合う料理ですね。デザートのプリンです。ごちそうさまでした。美味しかったです。そしてもうお腹いっぱいですね。もう初めて食べきれないと思ったかもしれないぐらいお腹いっぱいです。パエリアの量が、あれは人によっては食いきれないな。ゆっくりしよう。少しゆっくりしないと動けない。これちょっと夜の学校の探索したかったんですけど、休憩します。やばい、苦しい。ベッドでゆっくりしてたら寝てしまいました。あー気持ちよかった。では夜の学校探索とシャワー行ってきます。夜の学校です。午後10時過ぎぐらいの学校ですね。こんな遅くに学校に入ったのは初めてですね。まあ明かりがついてますんで不気味さも何もなく、ただただおしゃれな空間ですね。これは奥まで歩いてみるか一応。
あ、部屋の中とか見えないな、もう。いいね。あ、まだね、夜ご飯がお腹残ってますね。雨が降ってなければ、風呂まで行きたかったんですけどね。雨降りすぎなんだよな。外も出たかったんですけどね、出れないわ、これ。雨の音聞こえますか？はい。じゃあ、シャワー浴びてきます。上がりました。さっぱりした。そして雨のおかげで外が涼しいですね。あー、気持ちよかった。雨降ってますが、なかなか来る機会がないので夜の校舎を取りに来ました。もう真っ暗で何も見えないですね。今明かり持ってますけど何も見えないですね。ではもう部屋に戻りましょう。では部屋に戻ってきて、もう11時近いので、あとは眠くなるまでこの書斎のデスクで、動画編集でもしながら、お酒でも軽く飲みながら、眠くなったら寝ようと思います。なんて贅沢な時間だったんでしょう。それではおやすみなさーい。声が響いてる。おはようございます。朝7時です。意外にぐっすり眠れましたね。枕もね、布団も気持ちよくて、もうほんと熟睡しました。顔洗ってから外の散歩してみますか。そしてその後朝食ですね。まだしとしとと雨が降っております。気持ちいいね。こうキャンプ場にいる感覚にも似てるような感じもありますけれども、はい、校舎です。あー、いいな。やはりこの非日常的な体験というのはいいですね。あと30分後ぐらいから朝ごはんの時間なので、それまではゆっくりします。早朝の校舎内です。朝食だ、楽しみだ。来た、朝食うまそう。いただきます。パンがサクサク、美味しい。トマトソースも美味しいし、全部美味しい。ごちそうさまでした。改めてごちそうさまでした。朝食すごく美味しかったです。むさぼり食っちゃいましたね。旅館に泊まる機会が多いので、こういった洋風な料理もまたいいですね。本当美味しかった。いよいよこの雰囲気のある書斎とお別れですね。少しだけゆっくりしてチェックアウトします。チェックアウトします。帰りたくないな、もっといたかったな。チェックアウトしました。いかがでしたでしょうか、白浜校舎。私的にはかなり衝撃を受けました。念願の学校の校舎に泊まるという貴重な体験だけではなくてですね、施設自体もすごく綺麗で、建具や家具も使っているブランドや素材にこだわりをすごく感じました。さらに料理も朝夜とも食材へのこだわりとボリュームがあって、提供するタイミングも良くて、熱々のまんま美味しく料理を食べることができました。接客も丁寧で程よい距離感で、正直ね、これで1人1万円というのは破
格のコスパなんじゃないでしょうかね。ぜひですね、あの人気が出て予約が取れなくなる前に皆様も私と同じ体験をしていただきたいですね。本当にここに来てよかったです。というわけで今回の旅はここで終わりとさせていただきます。天気が悪いのでダラダラとドライブをして帰ります。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。